魔教の神髄を将軍たちに特別レクチャーしよう。図解入りで説明するか。信じまえって聞こえるんですけれどもっていうことなんですけれども、それじゃあね、ちょっと聞いてみましょうか。これはそういうふうに、そういうふうに聞こえるやつがまだ信心が足りないという証拠なんだ。これはちゃんと英語で言ってるんだ。これは英語で歌ってるんだ。 Heart get disease って歌ってるわけだ。 Heart get disease って歌ってるわけだ。心が病を受けた。ハートがディジーズ、病を受けた。でも普通はまあ病を受けるという場合にはキャッチっていう動詞を使うんだけども、うん、まあ今回は、なぜかゲットを使っていたということだな。それからまあクールソウルバッバランだな、うん、魂は冷えているけれども燃えている、そういう意味が入ってるんだ。これは英語なんですね。そう、英語なんだ。ちゃんと英語なんだけど、だがそう聞こえるやつは新人が、足りない、足りないということなんですよね。というか、もう一個来てるんですけどもね、B 面の4曲目 From Hell with Love で手話気まつりって言ってるけど、これって諸人小僧でも出てくる神のフレーズじゃないですかということなんですけど、そうなんですか。愚か者が違うんですか。お前らはだから愚か者だと言われるんだ。こういうやつは賛美歌じゃないんですか。賛美歌は賛美歌でも、手話気まつりってどういう意味だ。つまり主が来た、来ましたよっていうことを言ってるわけだろ。そうそう、主は来ました。だから賛美歌では確かにその主というのは神のことを言ってるかもしれない。我々の主が来た。だが我々はこの歌では手話気まつり、誠の手話気まつり、今までお前らは主だと思ってたのは神かもしれないけれども、実は本当の主、悪魔がやってきたんだぞということを、まあ聞いてみればわかる。ちょっと聞いてみろ。主といえば誰もが神だと思っていたものを、我々はこのここの今回の曲で誠の主は来たで、偽りの主はもはや追われたとその後で歌ってるんだけども、偽りの主というのは要するに今までの主だわ。偽りの主というのは主だろ、そういうことを歌ってるわけで。ちなみに言っとくと、今の曲は日本のロック界始まって以来の古文で歌われてるというのを自分とか知らないかもしれないから、古文がレコードになってるのはないぞ、うん、はい。それからね、今の新経典の中にね、クイズが入ってたんですよね。でそのクイズのやつがね、いっぱい来てるんですけれども、どうでしょうか。画期的だ、画期的だ。それもちゃんと言わなきゃいけない。今回の経典では日本で初めてと言うかもしれない、レコードにクイズがついている。はい、この下のところにね、ここですね、ここに書いてあるんですけれどもね、うん、なんとな、たくさんの応募があったけども、4分の1ぐらいしか正解がなかった、はい。あ、そうなんですか。でその中でもまあ一応な、ひどいやつをちょっと紹介しておくな、はい、もうそのまんま聞いた通り書いてきてるやつがいる、はい。ネラッセルマウンテン GI 女王の歌よいよなんどういう意味、全然意味がわからねえじゃないか。じゃあここで正解を今日なんと発表する、はい。正解はエルラッセルナルセルイヤルティショードタイユヨーク、こういうやつをどうしたらいい。ネスランドネスラルレなるほどね。次じゃない、最初の曲だそうですね、最初にお送りする次の曲はこの番組初登場なんですけれどもね、渡辺美里さんでロングナイト。渡辺美里さんでロングナイトを見ていただいたんですけれどもね、引き続きまして違う角度からまた悪魔教を攻めたいと思いますので、ゲストのチャーリー三浦さんです。どうもこんにちは。こんばんは。どうもこんばんは。なんかこの方は人間でありながら悪魔に心を打った前衛漫画家、長いですね、はい、そういうふうに言うんですか。
どうですかね。そうらしいな。どうするの。わざわざな。いや、わざわざ来ましたけどね。はい。説明しに来ましたんで、ちゃんと説明します。あ、そうなんですか。はい。じゃあこれはパンフレットな。うん。今回の我々の世紀末のミサツアーの、ツアーパンフに実はこのチャーリー三浦に絵を描いてもらって、絵を描いてもらってるだけでなく、まあ構成を、紙面を構成してもらっとると。あ、そうなんですか。うん、じゃあこれはね、チャーリーさんが構成してくれはった絵なんですか。そうなんですよ。はい。なんか悪魔の仕業。これ悪魔教に入ってな偉い目に遭うという。あ、そうなんですか。じゃあ、はい、なんかあんま分かんないです。これ階段から落ちてはげればこれなの。いや、僕もよく分からんすけどね。あの関西の番組違いますからね。いや、僕も悪魔教に入ってへん時はよう階段から落ちたと。はい。やっぱり悪魔教に入ったら横向きにゆっくり歩くことができるの。ホッとしてますよ。落ちるんで済みますからね、これは。まあ、これよくなんか悪魔教の信者みんなカニみたいに歩かなきゃいけないみたいな。そうですね。そしたらこれが正しいですね。これ悪魔教の折り方ですからね。ああ、なるほど、はい、これは一酸化炭素の中毒。そうです。僕もなったことがあるんですけど。あ、そうなんですか。そんな今の火鉢使ってるってありますか。火鉢。いや、これ火鉢のね、でね、あの火鉢のところで僕こう悪魔教入ってへん頃、ずっといたんですよ。悪魔教入ってない頃、火鉢を使っていた。そうなんです。ずいぶん昔の話ですよ。だからもうえらい一酸化炭素で頭痛かったんだ。それ入ってからはもう部屋の窓を開けて換気するようになりました。そんなんね、例えば、アクマ教授あれだって。いや、見たことない。頭痛くなったらね。いやいや、開けるよ、これは。いや、これはね、棚から物が落ちる。アクマ教授に入ってる時、よう棚作ってたんですよ。棚に物乗せたら、いつも落ちてきたんやけども、整理したら落ちるんやって、不思議と。整理、こっちだって落ちてるから整理したあるじゃないか。これちょっと釘が傷んでるみたいなんですよ。でもね、落ちなくなったんですよ。整理するとかしないとかいう問題じゃなくて、釘が単に傷んでただけじゃないかっていう、そういうことも考えてますけどね。まあでも悪魔教に入ってから偉いいうこともあったと。あ、今いうことばっかりですよ。生活中のこの失敗は全部悪魔教入ってなかったからやということですね。と思いますよ、多分。だから、まあこのチャーリー三浦というのは、まあ我が輩の出会いっていうかな。現在、まあ我が輩と実は宝島というのは雑誌でな、これは今発売している宝島で、はい、なんと我が輩が表紙になっていたりして、こっちは我が輩の別に息子ではなく単なる人間だけれども、まあ一緒にページをやっているということで、ね、まあ、そういうことで、まあ熱心な信者として活躍しているわけです。で、まあツアーパンフの方には実は、はい、チャーリー三浦自ら書いた。そうですね。これは自らが言うけど、さっきのはちょっと構成しましたけど、これは書きましたよ。そう、細かいんですよね、これがね。これはもう、これは買わないと分かんないっていう世界だけどな。そうですね。これ一つは実は我が輩はチェックしなければいけないことがある。これは実はチャーリーはな、勝手に我々の解剖図を書いてしまってな、はい、一つね、間違いを書いているということでな、ライデンユーザーが憤慨していたと。ライデンユーザーはブリーフは普段履かない。トランクス型を好んでいるのに、ここにブリーフが乗ってしまったために、貢ぎ物でブリーフがいっぱい送られてくるようになって、俺はブリーフは履かねえんだって怒っている。だからこれはこの公の場を借りてな、どっかで訂正しなければいけないと思っていたことがある。なるほど、ライデンさんはトランクス。そう、はいはい、はい、他ね、細かいのはね、もうミサに行っていただいたこのパンフレット売ってますのでね、そちらで見ていただきたいと思うんですけれども、恐るべき報告ってのはおかしいわな。何が恐ろしいんだって。ライデンがブリーフ入っていたこと、恐るべき報告。何が恐ろしいのか分かりませんけれどもね、はい、じゃあ次のビデオに行きたいと思います。あの岡村康之さんなんですけれどもね、今まで渡辺美里さんの曲とか吉川晃司さんの曲を書いてはったんですけれども、自らデビューをしはりましたね。それを見てください。アウトオブブルーです。お早く。はい、続きましてね、もっともっと悪魔教を深く分析してもらうために、もう一方ゲストをお迎えしました。宮原学さんです。どうも、評論家の宮原です。よろしく。ご苦労。何なんですかそれ。ご苦労、よろしく。で、なんか宮原さんは一緒になんかやってはるんでしょ。そうなんですよ。あのレオンさんとね、一緒に番組、ラジオで、ね、はい、番組一緒にやらせて。今日はみんな揃ったわけだ。そう、連載をやってるチャーリーと、やつと、はい、やつと、やつと。この両名は呼び出た初対面なのか。初対面ですね。チャーリーも昔はガンガンのハードロックをやっていた。なんかあの全然話したら、キックハートビートね、やってはってね、裏話とかありません？あります、いっぱいありますよ。言ってください。でもいろいろやりますからね。例えばまずチャックが壊れてしまって、番組30分なんですけどね、30分中ずっと話してる間もチャックを直しながら話してる。で、FM に着いて、で、トイレに行ったわけだ。そしたらトイレに行って、し終わって、ふるっとチャックを上げたら、そのままチャックが外れてしまった。外れてしまって、そのまま本番に行くんで、俺とんだろうなんか言いながら。ブズ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 言いながら番組やってた。
今日は全開バリバリだぜ。あとはあれですよね、番組の中でデーモンさんと2人でラップをやろうっつって、ね、で30秒ぐらいのラップだったんだけど、番組のエンディングで、そう、番組の締めをハートビートが良かったかいかなんか言いながら、それを、30秒ぐらいのラップなのに30分ぐらいかかって撮ってしまって、レコーディングより大変だとか、ほとんどディレクターとかみんな寝てたって噂もありましたけどね。30分でそれ1時間1時間ぐらいやったかな。あ、そうです、1時間もかかって撮ったということ、両方見てるやつは見てるじゃない、見てるやつも聞いてるんだ。苦労してるわけですね。苦労してるな、うん、ね、それからなんか皆さんコンサートがツアーそうなんですよ、マッサージ中、です、働いてますけどね。あの1月31日に日本青年館というところでですね、コンサートをやります。1月31日っていうのはハートビートの通りだったの。あのね、違う、1月31日青年館をやります。チャーリーが見る宮原の、いや聞いたことないですけども、じゃあぜひ、じゃあ後でテープでプレゼントしますよ。ぜひ行きますんで。それでは宮原さんから曲を紹介してください。宮原学部で Give me your love。 Give me your love。今夜はね、悪魔教を分析してきたんですけれどもね、もっと詳しいことがその本に載ってるんですよ ね、はい、載ってますからね。悪魔教に入れて頭もようなるという、このデーモンのデーモン閣下のサインも入ってます。はい、そして三浦さんのサインもプラスしましてね、はい、これを題名は「ハニーに首掛け」、ハニーに首掛け、これを1名様にプレゼントしますので、皆さんどんどん送っていただきたいと思うんですけれどもね。それと宮原新聞、学ぶエキスプレスとステッカーをね、これ2つをセットにしまして100名様にプレゼントしたいと思いますので、どんどん送ってください。だから番組に対するご意見ご希望、それからこのプレゼントに対する宛先は全てこちらのところですからね。番組で読まれたらハガキにはな、はい、このデーマンスシートをなやってるからな。ということでじゃあ今日はせっかくみんな集まったことです、飲みに行こうか。いいですね、行きましょう行きましょう。いいな、いいものが三つ木物で届いてた。セーキマビール、小原が最近凝った三つ木物が多くてな、だからな、あ、これがすごい、それからこれがセーキマッシュ、セーキマッシュディエンドオブザセンチュリーリザーブ。まあなかなかこういうこと使ってる、飲めるということでな、そういうことで、じゃあ本日はご苦労だった、ご苦労、いやいや、こちらではカメラに挨拶してもらいたい。ではまた会おう。おやすみなさい。さあ、私の似顔絵を描いていただけますでしょうか。悪魔教のな、洗礼を受けた身としてな、背後に映る、醸し出される真の姿がここに描かれるわけだ。あ、そうなんですか。しかし時間がない、この15秒という時間でどこまで描けるか。可愛く描いてくださいね。5、4、まあ、早くできるだけだ。できました、どうも、私その毛あ、そうでしたか。僕はその毛がありますんで、はい。